冷たい3人でこうやってアイスを食べるの久しぶりだな。ここんとこいろいろあったからな。そういやお前ら、このアイスに当たりがあるの知ってるか？当たり？食べ終わったアイスの棒に当たりって書いてあるんだってよ。まだ俺は見たことねえんだけどさ。当たりの棒。あ、ん、どうした？なんでもない。それより当たったら何があるんだ？そりゃ何があるんだろうな。知らないのかよ。多分当たりっつったらなんかいいことがあるんじゃないか。いいこと。あー、綺麗な夕日。今までずっと見てきた同じ夕日なのに、今日は特別綺麗に見える。ずっとこうやって3人でいられればいいのに。なあ、3人でどっか行っちゃわないか。え？そしたらきっとずっと一緒にいられる。そんなことできないよ。そっか、そうだよな。大切なのはみんなで毎日会うことじゃなくて、一緒にいなくてもお互いのことを考えることだよね。ちゃんと記憶してるよ、アクセル。そっか。ずっと記憶してるよ、私。忘れない。俺も忘れない。空。完全に停止してしまったな。はい。もはや一刻の猶予もならない。お前もそれを理解しているのだろう。ああ。そういうことか。やめろ、シオン。まさかお前の姿に見えるとはな。どうしていつもそんな目で俺を睨みつける。うるさい。ごめんね、アクセル。本気なのか。お願い、見逃して。もうこうするしかないのだって。っお願い、アクセル、ロクサスを守って。でもお前。お願い。ありがとう、アクセル。どういうつもりだ、アクセル。逃がしたってのはおっさんの勘違いだ。逃げられただけだ。俺の不覚だ。そう責めるな。今はこっちが残っても何の意味もない。何かあったのか？シオンは？いなくなっちまった。そこの赤髪が逃がしたのさ。どういうことだよ、アクセル。シオンが逃げるのを指をくわえて見ていたって話。俺は部屋に戻るぜ。何があったんだよ。別に何も。何もって、シオンがいなくなってて何もなかったわけないだろ。シグバールの言った通りだ。シオンが脱走するのを
指をくわえて見てた。だからそれがなんでなのかって聞いてるんだよ。シオンはお前を映す鏡だ。言ってる意味がわからない。シオンはお前の能力をコピーする人形なんだ。何言ってるんだ。シオンが人形だなんてそんなことあるわけない。シオンはお前の鏡だ。鏡に映ってるお前がお前じゃなくなってた。そんなの当たり前だろ。シオンはシオンなんだから。そうじゃない。いつかは鏡を壊さないといけなかったんだ。それってシオンを消すってことか。答えろよ。壊さないと、いつかお前が、ロクサスがロクサスじゃなくなる。俺は俺だ。アクセルの親友のままだ。シオンも大事な親友なんだ。そうじゃない。そういう話じゃないんだ、ロクサス。もういい。ロクサス。そうじゃないんだ、ロクサス。リク。答えは見つかったか。うん、ちゃんと見つかったよ。このままじゃ大切なものまでなくしてしまう。だからリク、私がこれからどうしたらいいのか教えて。トワイライトタウンにナミネという名の少女がいる。ナミネ？どんな女の子なの？会えばわかる。見つけるのも簡単なはずだ。わかった。ありがとうリク。さようなら。王様、ずっと心配してたんだ。あれからどうしてたんだい？俺はずっと自分の闇に打ち勝つ方法を探しながら空の目覚めを待っていました。さっきの姿は？俺のことは心配しないで大丈夫。闇を今みたいに制御する方法をつかみかけてるから。もしかして空の記憶の修復に何か問題があるのかい？忘却の城での戦いから奴らの動きが静かだったのはメンバーの数が減って弱体化したせいじゃなかった。忘却の城で奴らが空の記憶をバラバラにしたのはあくまで準備段階でしかなかった。空の記憶を修復する時間が必要だったんだ。確かに僕もずっと機関の動きを調べていたけれど、ほとんど目立った動きはなかった。むしろ時間稼ぎをしているような。そう、奴らの目的は空の記憶。これまでの時間は空の記憶を吸収するための時間だった。え？おかげで空の記憶の修復はほとんど進んでいない。空にとって大事な帰りの記憶が奪われているせいで。僕も一緒に空の記憶を取り戻す手伝いをするよ。それは俺に任せて、王様。いや、ミッキー、その代わりやってほしいことがあるんだ。やってほしいこと？俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない。負けてしまうかもしれないし、もしかしたら
闇に飲み込まれてしまうかもしれない。そしたらソラとドナルド、グーフィーが目覚めた時、もうミッキーしかソラを導いてやれない。リク、お願いだミッキー。ソラたちが目覚めたら、ソラたちの手助けをしてやってほしい。わかったよリク。シオン、レプリカ計画。シオンは俺の力を、キーブレードの力をコピーするために作られた人形。そしてシオンは機関から姿を消した。アクセルもシオンは止めなかった。アクセルは多分シオンのことはずっと前から知っていて、俺に隠していた。シオンと俺は特別なノーバディ。シオンはレプリカ、人形だった。俺は、俺もシオンと同じように人形なのか。ゼムナスは俺とシオンは空によってつながり生きていると言っていた。空って何なんだ。俺は一体何者なんだ。アクセルはシオンのことを知ってたみたいに、俺のことも何か知っていて隠してるんじゃないか。アクセル。よう、ロクサス。シオンは見つかったのか。そんな簡単に見つかるわけないだろう。そうだよな。シオンのこと最初から知ってたのか。最初からじゃない。いつから。さあ、いつだったか忘れちまった。それくらい記憶しとけよ。アクセル、俺は何者なんだ。俺とシオンは特別なノーバディだ。でも機関は俺を消そうとしていた。そうだよな。ああ、そうだな。俺の力が、キーブレードの力がシオンにコピーされたから、俺はいらないってことなんだろう。アクセルも同じことを思ってたんだろう。それは違う。俺たちは親友だ。親友ならアクセルの知ってることを教えてくれよ。俺は何者なんだ。ゼムナスは俺とシオンは空によってつながっているって言ってた。空って何なんだよ。俺もシオンと同じなのか。お前とシオンは違う。じゃあ、真実を知ることがお前のためになるとは限らない。どうしてそんなことわかるんだよ。俺は俺のことが知りたいんだ。俺はなんでここにいるんだ。俺は何が特別なんだ。俺はなんでキーブレードを使えるんだ。自分が自分のことを知って何がいけないって言うんだよ。ロクサス、教えてくれアクセル。俺は何者なんだ。俺を信じてくれロクサス。もう信じられないロクサス。俺は俺のことが知りたい。自分が何者なのか、どうして生まれたのか知りたいんだ。
ことが知りたい。ここに俺がいる理由はもうない。決めたのか。なぜキーブレードが俺を選んだのか、それを知りたいんだ。機関に歯向かうのかよ。組織を敵に回したら生き残れないぞ。誰も悲しまないさ。俺は悲しいな。会いたかったわ、シオン。ナミネ、あなたには私の顔が見える？うん。私はどうすればいいの？シオンはどうしたい？初めはずっとロクサスたちと一緒にいたいって思ってた。でも今は自分の記憶、これは自分の記憶じゃないんだよね。あなたは空でもロクサスでもない、空の記憶の中にいるカイリなの。記憶を思い出していくうちに元の場所に帰らなきゃいけないって。どうすれば帰ることができるの？空のところに帰るのね。うん。記憶を空に返せばあなたは消えてしまう。あなたはもともと記憶を持たない代わりにみんなと記憶でつながってるの。だからあなたが消えてしまったら誰もあなたのことを思い出せなくなる。私の力でもあなたという記憶のかけらはつなぎ止めておくことができない。もう覚悟はできてる。だからあなたに会いに来たの。本当はロクサスも一緒に帰らなきゃいけないんだよね。でもロクサスはまだすぐには難しいと思う。ロクサスはまだ空のことを感じていないから。ナミネ、私が消えたらロクサスのことお願い。他の人にもロクサスのことお願いしたの。私じゃロクサスのこと守れない。わかった。ありがとう。じゃあ行きましょう、空のところに。ナミネ、いかん。機関に気づかれた。ここに来るぞ。この人形の手引きか。だから操り人形など信じるなと。私が何とかする。待って、シオン。嫌な役目はいつも俺だ。アクセル。シオン、お前どうする気だ？私は私が帰るべき場所に帰るだけ。俺も最初はそうするのが一番いいんじゃねえかって思った。でもなんかモヤモヤすんだよ。納得できねえ何かがあるんだ。でもこれがみんなのためなの。勝手なこと言うなよ。
どいつもこいつも。これでいいのよ。消されちまうんだぞ。手加減はなしだよ、アクセル。ふざけんな！てめえ、なめてんじゃねえぞ。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺は何度だって連れて帰ってやる。手間かけさせやがって。